退屈な部屋は、杉義春が1975年に、漫画サンデーに発表した27ページからなる漫画作品。1998年には、テレビドラマ化された。調布駅付近、杉義春の妄想に近い空想によって着想された作品。杉は1970年3月から、この作品が発表された1975年の、 前年にあたる1974年に、調布市内のアパート、堺荘に引っ越すまでの4年間を、同じ調布市内にあった、ひなぎくに住んでいたが、その頃に描いていたものであり、冒頭ページに、ひなげ思想として描かれている。本作が描かれた1975年は4月に発表された旅をテーマにした、庶民、御塾とこの作品の2作しか発表されなかった。 男女の意識のズレをテーマとし、夫婦間をユーモラスに描いているほか、実像に近い母親も登場する。ただ、男女間の意識のズレを描きながらも、観念から日常へ引き戻されることを不満ともせずに、微妙に描いており、ズレによって二人の関係が悪化したり、純文学作家がしばしば描くような、日常の中の危機にまでは至らない。また、危機というほどだと嘘っぽくなると、 つげ自身が後日解説している。作品は、当時調布市内に実在した女郎屋がアパートに変えられ、残されていたが、そこに、つげよるの知り合いの北側が住んでおり、その部屋を見たことがヒントになっている。庶民、御塾とは異なり難解なテーマが潜んでいる作品となっている。1ページに2コマずつの大きな絵で軽快に展開してゆき、やがて重みのある絵が出る。 畳の目が病的なほど丹念に描かれ、パースをわざと狂わせたり、平面的に天井から描く手法とともにシュールで不思議な感触を読み手に与えることを意図している。告げ自身は作品によってわざと描き分けており、その結果も成功したりしなかったりがある。いつも同じ調子で描くと自分でも嫌になるので、作品ごとに工夫することで面白い。絵を描くのが好きというより、 苦手だから、人一倍工夫していると発言している。作品のストーリーは、主人公が妻に秘密で借りた元女郎屋のアパートの一室が、ふとしたことで妻に見つかり、ついには母親まで現れ、あっけなく日常に戻されるという話だが、次は、部屋が妻にバれず、他の女を引きずり込んだりするような妄想の、方々安く想像でき、いくらでもずるずると勝手に広がると述べている。 本作品は勝手に湧き起こるそうした妄想をかなり抑制して描かれたものであり、作品としての効果を緻密に計算している。表面には出ないよう抑制しているものの、主人公が小川三郎という偽名で別人を装っているのは本質的テーマが蒸発にあるためであり、本格的蒸発は非現実的すぎることを作者が承知しているため、 近所の日常の中での小さな蒸発という形で、さりげなく描かれた。それを発展させずに、すぐに現実に邪魔されるという、深みにある作品なんですと、告げ自身が冗談っぽく解説している。私抜いちゃったと言って、主人公の妻が全裸になるシーンが挿入されているが、この唐突でエロティックな効果を狙うため、あえてその前の駒までをこまではなく、大きな駒で描いている。 この表現に対し、今度を進むは、意識的に表現しているのはわかるが、告げさんの場合、意識的であるほどシュールな方向へ向かうでしょう。と水を差し向けたのに対し、告げは、シュールな味っていうのは、割と自分で好きだからと返した。さらに、あっというようなものを持ってくるというのは、よく考えてやっている。これは全部フィクションなんですが、あり得ることでしょう。 と、今堂に向かい尋ねたのに対し、今堂は、そう、実際にはありうる話だけど、こういう漫画は、杉さんしか描かない。普通の人は、少々の奇妙さは、飛んでしまうが、杉さんはそこに引っかかって、何らかの意味を見出しているようなところがあると答えた。主人公は妻には、内緒で、元女郎屋だった部屋を偽名で借りている。部屋の作りが特殊な性もあって、 礼金も敷金もなしで五千円で借りられた。自転車で十分ほどで行ける距離だが、部屋に行って何をするでもなくゴロゴロして過ごす。ところが、ある日妻の知るところとなり、質問される。と言って、妻は怒るでもなく、別荘気分を喜んだり、生活感を出すためと言って、家財道具を運び込んだり、仕事部屋にしたらどうなどと言い出したり、ついには手紙まで送ってくる始末。 そのうち、主人公の母親まで連れてきた。母親は、主人公が偽名を使って部屋を借りているのを見て、何の真似だよ、親にもらった名前が気に食わねえのか、などと怒り出す。1954年に発行された、ミノル話雑誌特別増刊号、全国赤線青線畜相欄に、調布の赤線が紹介されているが、それによると、女給さんは素朴です。 別に、手練手ダもなく、コーヒー一杯でも足主く通う個人に、愛想もつかさず、地方での女の子が多いところが魅力でしょうとある。当時の調布の赤線で働く女性は44人で、業者数は13、時間300円、投資で600円、800円ほどだった。同時期の新宿では、時間400円、500円、投資で1500円くらいであった。比較的のどかな赤線で、 戦後に生まれた新地ですが、アプレ派の出たらメがなく、古い調布の静かな環境が有志を楽しませるに十分でしょうと紹介されている。京王線調布駅から甲州街道方面に約10分ほどの距離にあったが、1956年の売春防止法制定以降は急速に錆びれ、現在痕跡はほとんどない。ありがとうございます。